上杉今川連合軍は上田城を陥落させ、破竹の勢いで上洛を果たした。だが謙信はあくまで逃走を求め、突如天下人を決めんと義元に決戦を挑む。浮き足出す家臣をよそに、義元はこれを勝手に受けて立った。もっともっと豪快に生きてみようかな。最終話、本能寺肝試し。宿敵とは、逃走じゃの。ベイシラマンダヤソアカ、我らが逃走、とくと見守られよ。しつこいの。ベイちゃんの子だ。マロの町じゃ。
勝負にしようぜ。あればならんのだ。よし、行くバカめ。
少しは認めてようとするか。調子に乗るな。吉本この信長も宝の戦で犬を試してやろう。やれやれ、とんだ邪魔者だな。腕試しは後回しだ。加勢するぜ。漁夫の二とは魔王のすることとは思えんな。吉本、手伝ってやるわ、バカめ。いかん、お前に任せるぞよ。待て、
家臣を率いるも、もののきの器。貴様を信じる者を守ってみせよ。殿、我々も忘れてもらっては困りますが。お見事な腕前でございますな。よくやった。褒めて使う。わしらも本気を出すぞ。よくやった。褒めて使わす。よくやった。褒めて使わす。やるね、あんた。覚悟はよろしいのですか。今日の町に軍を入れ使徒をするとは、このような牢獄は見過ごせません。まことの者のものがいない。どうぞどうぞ。争うだけではまことの者がいない。
惜しまれる命ではない。これでいい。わしらも本気を出すぞ。乱暴なのも嫌いじゃないわ。あら、ずいぶんとたくましくなったのね。見違えたわ。そうかも。たくましいだけじゃ物足りなくて。ようやく終わるのね。わしらも本気を出すぞ。消えるがよい。やるね、あんた。わしらも本気を出すぞ。見事な戦だ、吉本。この剣心自ら貴様を見極める。吉本、ただ戦い、ただ争わん。真鶴は逃走だ。
観覧、よくぞ乗り越えた吉本。もはやその器、この剣心が及ぶところにあらず。なんと。それではマロは。風香る戦の後よ、すがすがしい。乾杯だ、勝者。一献参らせたい。貴様を超える男はない。天下は任せたぞ、友よ。杯を交わした者は友か。参らせたいな。わしは飲まぬぞ、バカめ。貴様を超える男はない。天下は任せたぞ。おい、馬、わし大事と思い。底抜けが底なしに化けたわ、バカめ。